はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。もう今日珍しく室内ですよ。寒すぎて仙台1月でございます。室内ですけど帽子お許しください。なぜ帽子をかぶってるかというと DK キャップですね。そして DK パーカーも私自分のストア出しまして、ダオキンストアっていういろんなアイテムを販売するストア作りましたので、それ概要欄から入っていただいて、ということで今回は釣り屋ゴルフの関東ブロック長片岡さんですね、はい、よろしくお願いします。釣り屋ゴルフ仙台店の松井店長ですね、よろしくお願いします。もうコメントで前回のいろんな動画でもう喋りが流暢あの店長の喋り方が心地よいみたいなコメントが多数来てましたけどねさすが店長ということで、ありがとうございます。そして今回は実はピンの新作ドライバーのシダなんですけど、もう喋りはもう松井店長にお願いしますね。今回ピンの G430 のなんか追加バージョン、そうですね、追加になったモデルでして、うん、G430MAX 10K という、 10K、はい、どういう意味なんですかこれ。こちらはあの今までであれば左右の感染モーメントのルール上限が5900っていう数値があったんですけども、ありましたね、ございました、はいはい、で今回はこのモデルは上下左右ですね、なんと1万の感染モーメントをあの記録したモデルになっておりますので、万振りしても曲がらない万飛びって言われております。もうそんなドライバーになっております。万飛び典型ドライバー、そうです、はい、やばいじゃないですか。やばいです。G430 もすごくブレなかったんですけど、さらにです。ってことはこれは G430 の MAX SF テックと LS ですね、はい、LS テック、それに追加で 10K、はい、そうですね。ああなるほど、じゃあ新作っていうよりは追加バージョンなんですね。そうですね、まあ、ピンさんといえば進化しないと新作が出さないっていう、ね、もうあるじゃないですか、はい、そういう。だから G430 って出たのいつでしたっけ。昨年の秋に発売になりですよね。普通2年スパンぐらいのはずなんですけど1年で出してきたって、はい、いうことは何かしら進化が見られたということなんですね。もうバンちゃん今タイムリーに 430MAX 使ってるから、もうこの感触も毎日残ってますからね。この典型とどう進化してるのかって打っていきたいと思います。それからバンちゃん、あのウィズゴルフリミティに続いてウィズゴルフやってますから、もうバンちゃんと回りたい方はあの概要欄に PGM さんのウィズゴルフのホームページ貼っておきますからね、バンちゃんの欄に予約バンバンしていただいて、もうなかなか人気出てきたんですね、まあ、おかげさまで。ちょこちょこ少しずつ、はい、バンちゃんと回ると幸せな気分になりますからじゃあそれでは外に行ってピンの G430 10K 打っていきたいと思います。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。さあそれでは打っていきますけど、今回は指定車の GSC 測定器で、ヘッドスピードと、推定飛距離、それからトラックマンでバックスピンとかランチアングルですね、打ち出し角度なんか測りながら計測していきたいと思いますけど、まずバンちゃんからですね。松井店長、これはスペック教えていただいていいですか。はい、ロフトはこれなんですかね。10.5 度になりますね。10.5 度でシャフトはこれは何でしょうね。アルタ JCB ブラック純正 S シャフトですね。長さは 45.75 インチ、完璧ですねさすがに。じゃあバンちゃん、じゃあいつもの感じで打っていってもらえますかね、はい、おさすが毎日練習してるから素晴らしい、すごい。ヘッドスピードですかね。ヘッドスピード 41.8 で飛距離が208ヤード。そしてこちらでは、はい、バックスピンの3665のランチアングル 14.8 度、これ打ち出し角度ですね。じゃあちょっと 2,3 発打ってもらえますかね。はい、まあ、でもちょっとヒードルに、まあ、ちなみに第一発目どんな感じでした。ちょっとヒールに当たってた、ちょっと薄い感じでした。感触は、まあ、ちょっと薄いなと思ったんですけど、球はいい球だけどね、行ってましたね。さすが典型、完成モーメント1万超え。ほー、いい球。ヘッドスピード 42.5 の飛距離209ヤード。そしてこちらは3630回転の 17.3 度。さあじゃあもう一発ぐらい、さすが安定してますね数値も。素晴らしいね、最初です。数値どうですか。ヘッドスピード 42.1 の飛距離211ヤード、バックスピードは3695回転のランチアングル 16.4 度。どうですか。でも最後のすごいいい感触で、
そうですか。じゃあ打感どうですか、このこれなんですか、なんか素材なんですか。素材はチタンとカーボンを複合させてクラウン作っております。でそうだと明らかにこことこっち違う、ね、そうです、明らかに分かるようになってますね。こっちカーボンですね、はい、こっちがチタン、チタンになってます。あ、なるほど。なんかこれあれですね、これね、タイトリストの TSR1 でなんかウォーズマンみたいだねみたいな話コセキンとやってる動画なんですけど、これめちゃくちゃウォーズマンに見えますこっちの方がウォーズマンに、ね、ウォーズマン知ってる、見えますね。ガンちゃんウォーズマン知ってんの、筋肉マンだよほら、目の縁の鼻ベアクローですね。ウォーズ、あ、知ってますね世代がこれ完全ウォーズマンだと思うんだけどな。そうっすか。じゃあそれでは私がどんな感じか。いやー、ヘッドスピード 48.5、 飛距離239ヤードですね。どうしよう、スピンが3562でランチアングルが 17.7 です。いいっすね、うん、ランチアングル17って言ったらまあまあいい高さですね、うん、でこれなんか僕今一発打った感じ、打感カーボンでしたけど、こうやって落ちたんですよね。はい、カーボンの打感するんですけど、気のせいですかこれ、うん、ワンちゃん感じなかった。いや、なんか柔らかい感じしました。そうそう、うん、カーボンの打感を感じてしまう、カーボンじゃないのに、うん、いやー、でしょう、でしょう、もう素晴らしい。 48.7 の245ヤードですね。4103スピン量がで、ランチアングルが17、あ、17、はい、あれで17、はい、さすが典型ですね。もともと曲がんないのにさらに曲がんなくなっちゃったらこれ永遠とあの上のネットに直進性で上がってる気するんですけど、ほら、48.4、飛距離244ヤードですね。スピンが4138で、ランチアングルが 17.7 です。さすがっすね、素晴らしいですね。なんかこれ僕良すぎで、バンちゃん良すぎ、これは本当に良すぎですっていう動画でこのままいくと終わっちゃうから片岡さん打ってくれた方がこれなんか実証、ちょうど僕に合うクラブなのかなと思うんですけど、結構散るんで、ただ革靴しか持ってないですよ。ちょっと僕とバンちゃんとなんかまっすぐ行きすぎて悪いところが見当たらないから変な話、スーツなんかで打ってどういう結果が僕見たくなっちゃうんですよね。逆に視聴者の方はその方がいいと思うんですよ。わ、すごい不安ですね、高級ですね。いいですか、僕靴貸しますから、はい、あ、本当に革靴で打てないでしょうから、はい、あ、じゃあそら水戸帰りの片岡さん急に戸籍の代わりで打ってもらうことなんですけど、絶頂、はい、でちょっと右行ってた方が、はい、打ってまっすぐ打ったら典型すげーってなる、本当に曲がるんで、いや僕も視聴者になんか間違った情報流せないですよ、立場的に、はい、ちょっとまっすぐ打てるように頑張ります、はい、さあ急に一発目、でも一発目にしたすごい素晴らしい。ヘッドスピード 48.6、 243ヤード、スピンが3688で、ランチアングルが 16.9。 あら、上がりますね、上がるっすね。僕弟あんまり上がらないの、そう、ゼクシオなのにロープシュートだったもんね。どうってもやっぱり低くなっちゃうんですけどすごい打ちやすいですね。ああいう球ですね、もうああいうのを逆に打った方がいいと思うんですよ、はい、確かに片岡さんっぽいボールだけど、あの持ち玉ではあるんですけど、そう、ヘッドスピード 49.9、 246ヤード、僕より飛んでますよ、すごいですね。スピンが2679、多分ヒールだと思います。ヒール、はい、ちょっと当たり薄かったと思います。確かに片岡さんのライナープッシュとかよく打ってますけど、曲がってない方ですね。あ、そうですかね、もう結構上がらないんですけど、じゃあもうこれで大体決まれば分かります、この典型の性能が片岡さんといえば一番いいですよ。おお、今日一番ですね。ヘッドスピード 47.2、 飛距離242ヤード、スピンが3347で、ランチアングルが 13.5。 もう片岡さんの球あんなの見たことないです。あれこれ最高です。あれ典型ですかね。いや、典型ですね、典型の作用ですかね、はい、基本はやっぱりこう曲がるんで、典型は僕にとっても最高のクラブになりそうですね、うん、これ正直これから新作したクラブいっぱい控えてますけどね、もう冬の第一弾ピン G430 典型、もうこの時点で皆さんもう買いって思っちゃうですね最高です、いいクラブですね。こ
これはちょっとバンちゃん今 430MAX 使ってるんで変わるかっていうのをちょっともう急遽新旧動画に移っていきます。はい、じゃあちょっとバンちゃんのドライブ持ってきてもらっていいですか。はい、じゃあそれではバンちゃんたまたま G430MAX 持ってましたのでシャフト統一させました。アルタ JCB ブラックの S シャフトになります。はい、いつもバンちゃんが使ったシャフトではないんですけどもうシャフト統一でヘッドだけでどれぐらい違うのか数値上も含めて、さあいつも振り慣れているヘッドです。素晴らしい。ヘッドスピード 41.2 飛距離203ヤード、バックスピン3896回転のランチアングル 15.5 度。おお、ほら大丈夫。ヘッドスピード 42.1 飛距離207ヤード、バックスピン量3536回転ランチアングル 17.2 度。上がりやすいんですかね。じゃすぐやってください。はい、一発では曲がるかもしれないね。シャフト同じですからね、なんつったって。ヘッドスピード 41.7 飛距離207ヤード、バックスピード4596回転ランチアングル 16.5。 ナイスショー、ナイスショー。ヘッドスピード 42.1 飛距離208ヤード、バックスピン量3786回転ランチアングル 17.0。 見た感じそんな極端に上がった感じになったけど 17.0 です。やっやっぱり2球2球ここに打ちましたけど、バンちゃんが打った感じだと典型の方が少し上がりやすくなっている。まあ、曲がりやすさは、まあ、曲がってなかったね。でもこっちも曲がってなかったけどね。やっぱちょっと違うかな、うん、ちょっとまっすぐビョーンって伸びていく感じ。そんな感じでしたよ。まあめちゃくちゃいいけどね、こっちも、うん、よりやっぱり少し洗練された感じはバンちゃん見る限りありますね。でここからどんどんこうやって、はい、成果が出やすい人たちに移り変わっていますから。じゃあそれでは私がバンちゃんのクラブヘッド打ってみますけど、これ完全に見た目違うっすね。この空気抵抗みたいな線はあんまり変わんないけど、これ完全真っ黒っすもんね。そうです。カーブも入ってるから、はい、見た目全然違う。いいっすもん、全然大丈夫。すごい。ヘッドスピード 47.9 飛距離246ヤード、ピンが4108、ランチアングルが 18.3。 おお、やっぱいいっすね。ああでもちょっと正直言っていいですか、はい、まあ、ピンめちゃくちゃ僕褒めてましたけど、こっちの方が優しく見えるっつ。なんでだろう、カーボンのせいかな。このアライメントになってる感じですか、このラインが。いや多分色だけしか見てないですけど、なんだろう、こっちの方が優しく見える。実際わかんないですけど、ヘッドスピード 48.1 飛距離247ヤード、スピンが4269、ランチアングルが 18.8。ちょっと上がってんだ。ちょっとまだ神秘性はまだ。あ、こっちの方が黒いからやっぱり少しちっちゃく見えるのかな。そのせいかな。ナイスショー、ナイスショー。ヘッドスピード 48.9 飛距離252ヤード、スピンが4446、ランチアングルが 17.1。 おー、いや、いい球ですけどね。全然いい球、はい、全然こっちでいいですけど、はい、ナイスあ、でもこっちの方がやっぱりね優しく見えるから安心感があるんでしょうね、この適度なカーボンの見え方が。ヘッドスピード50、飛距離251ヤード、スピンが4053、ランチアングルが 19.1。 おお、やっぱりバンちゃんと僕が打った時点では打ち出し角度がちょっと典型の方が鋭いで、打感がやっぱちょっとこのカーボンの打感が少しこっちで感じるから、あと見た目が僕はこっちの方が圧倒的に優しく見える。こっちでも全然いいんですけど、より優しさと打感と実際の打ち出し角度で上がりやすくなっていて、まあ、確かに新作出してくるだけのことあるなっていう印象。フィナーレです、片岡さん、はい、片岡さんフィナーレ。おお、右ですけどね。ヘッドスピード 48.4 飛距離245ヤードです、スピンが3873、ランチアングルが 10.6。 はい、
はい、まあ 11.6、 まあいいですね。ヘッドスピード 49.7、 飛距離247ヤード、スピンが2405、ランチアングルが 12.6。 上がりますね。右の片岡さんがちょっと捕まり始めましたからさあこの2球で決まりますよ、違いが出るのか。おお、430の反撃430の反撃きた。ヘッドスピード 46.6、 飛距離245ヤードです。スピンが3497、ランチアングルが 15.4。 さすが G430 マックス反撃してきましたね。だっていいクラブですもんね。いいクラブですね、けなすこともない、はい、さ あ確かに。でもヘッド大きく、そう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 、この安心感が、そう、なんかしないけど見た目なのか、言ってる意味分かりますよね、はい、言ってる、すごく僕はもうすごく安心感ありますね。じゃあ安心して打ってください。ほう、はい、しょ、反撃返し、いや気持ちいい。ヘッドスピード 49.2、 飛距離244ヤード、スピンが2669、ランチアングルが 14.0。 ほう、打ちやすいです、まあ、どちらもそうなんですけど、うん、確かに打感はカーブの感じやっぱ、うん、ありますね、はい、いい意味で、はい。はい、ということで長らく新作 G430 典型と、それからバンちゃんの G430 MAX 打ち比べたりしながら結構長い時間打ちましたけど、僕の率直な評価は総合得点5点ぐらい、10系の方が評価いいかなって感じだから、まあこれもいいからな、これでもいいけどな、まあよりスマートにゴルフしたい方は、うん、典型を打ってみるのがいいんじゃないかと思います。これは白クラブあるんですか。はい、白クラブございます店に、はい、まあ、本日白クラブですもんね、はい、じゃあ一度釣り屋ゴルフさんで試打していただいて、これの本当に構えた時の安心感とか、球の打感のカーボンの感じ、それから優しさ、打球の高さをね感じていただきながら、これもどうせなら一緒に打っていただけたらと思いますね。これも430マックス置いてます。置いております。あ、じゃあそれも比較しながら打っていただくのがいいかもしれないですね。さすがピンさんが出しただけのことあります、 G430 典型、これは一度皆さんぜひ打っていただけたらと思います、次回今度はあの新作クラブ打っていきたいと思いますので、はい、まあ、そんなのも余韻残ったまま次いきますからねそれでは皆さん、釣り屋ゴルフさんに足を運んでくださいね。それからダウキンチャンネルのチャンネル登録とグッドボタン、それからバンちゃんウィズゴルフやってますから、皆さん、はい、ウィズゴルフやってるので、はい、ぜひお願いします。ありがとうございました。